ワトソンさんの同じ目線で輝く大谷翔平の素顔。2024年2月27日、グレンデールで繰り広げられたドジャース対ホワイトソックスのオープン戦。その舞台で、日本ハム時代からの大谷翔平を深く追い続ける柳原直の記者38が、柳タイムズの連載コラムにて、興味深い視点で。注目のリポーター、キルステン・ワトソンさんに焦点を当てました。身長1メートル86のワトソンさんは、1メートル93の大谷と同じ目線でコミュニケーションを取ることができる特別な存在。コロンビア大学バレーボール部の元アスリートとして、スポーツへの深い理解があり、大谷の振る舞いや素顔を引き出す手腕に共感が広がります。彼女がドジャースの試合で大谷の横に立ち、毎回真っ先に質問をする姿勢には、同じ目線で選手と向き合う姿勢が感じられました。ワトソンさんは、21年からスポーツネット LA のリポーターとして活躍し、大谷との信頼関係を深めています。大谷の人柄やプレーに対する深い洞察力を持ち、練習中のエピソードやユニークな一面を引き出すことに長けています。練習中に大谷との短距離競争で大いに笑い合う場面も、ワトソンさんならではのアプローチがあっての出来事でしょう。大谷翔平はこれまで多くのインタビューを受けてきましたが、新たな同じ目線で接するワトソンさんによって、翔平の新たな素顔が浮かび上がることでしょう。ジャーナリストとしてだけでなく、元アスリートとしての経験が深いワトソンさんが、大谷を引き立てる独自の視点で注目を集めそうです。今やドジャースの顔となった大谷翔平が、キルステン・ワトソンさんの鋭い質問に笑顔で答える光景は、スポーツジャーナリズムに新たな風を吹き込んでいます。ワトソンさんは大谷の華々しい実績だけでなく、チームメートとの温かい交流や試合の裏側にも光を当て、ファンが知らない彼の人間性を引き出しています。アスリート同士のリスペクトを感じさせる対話は、両者の間に存在する信頼と尊敬の証。これからもワトソンさんは、この特別な関係を通じて、世界中の野球ファンに大谷翔平の魅力を伝え続けることでしょう。